止めた。暑い、エアコンが効かない。ジムにエアコン効かないよ。暑いよ。そんなことを車内で叫びながら川沿い、トンネルと車を走らせ、自然あふれる素敵な田んぼ道です。ということで、こんにちは、 SBFJ 利根川です。午後は日陰になる水路にやってきました。日陰になる理由は単純で、太陽が落ちる方向に木が生えているからです。釣りをする上で上に木があると引っかかってしまいますが、ここは真上じゃないのが最高なんです。うわ、これもしかして小さな交差水路じゃない？これ上、ここ側溝が通ってて、でっかい川が下流れてて、しかもこっち側も、あ、いいな雰囲気。右裏手には学校がありますが、さすがにこの暑さもあって誰も外にはいない様子でした。子供の頃網を持って遊んだような細い用水路が流れている先に、今日は釣り竿を構えることにしましょう。あー、うまいか。台を開けました。録画開始した記憶はあるんですが、本体が熱を持っていたのか、理由は定かではありませんが、録画されていませんでした。もしくは録画開始した記憶を自ら捏造しているのかもしれません。釣り台を置いたら周りの準備をしていくんですが、ここで利根川は気づいてしまいましたよ。足が短い。そんなことはさておき、サイドテーブルをセットして竿ケースをソフトに置いたら、クッションを置きます。釣り台が準備できました。今日はちゃんと取れてたかな。ちょっと流れが渦巻いてるので、正面何尺かな、7、8、9、10ぐらいでちょっと狙っていきますが、こっちからの風がちょっと強いんですよね。あと流れも渦巻いてるんで地味に強そうです。頑張ります。痛風になった私利根川の飲み物は麦茶でございます。いただきます。うめえ。コーラじゃなくたって麦茶がうめえ。会津の友達が送ってくれた甘いもの、いただきます。そのまんま、チーズそのまんま入ってる。容器を変な持ち方したら割れました。表面張力で溢れてないけど、よかった。危ね。竿は風切りの発尺としましょう。ちょうど真ん中あたりまで行くかな。仕掛けを装着、浮きをつけて重りをつけて試しに投げてみます。水深は風切りの元プラス15センチプラス浮きの長さなので、まあ、1メーターちょいってところでしょうか。 0.85 の重りで止まったので、それほど流れは強くないようです。水路の美味しい水を確保。地味に高さがあって1回空振りました。餌は芋、綿、シンベラ、そこでやっていきますが、寄りが弱いようだったら久しぶりにヒロキューのマリモを使って寄せてみます。餌は使い慣れたいつも通りの餌です。シンベラ底50、芋グル25、綿グル25に水を 100cc 入れたら、ぐーるぐるぐるぐるてんぐるぐる。そして給水を忘れていたコンパクトタオル、なかなか開かないと思ってたら、
コンパクトタオルホールインワン、まだゴミを捨ててないのでゴミをポケットに入れて、ギャイーっと、はい、コロ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 って入ってた。くだらねよし、1投目よろしくお願いします。釣れますように。はい、ズーム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 するぞ、ズームするぞ。6倍速、5倍速じゃないな、こんぐらい、5倍。よし、スタートしました。本日もよろしくお願いいたします。右からの風がちょっと強いですが、流れは左から右に行ってんのかな、なんだかそんな感じがします。アブクは出てるので生き物はいると思います。いきなり食っちゃうなんてことは多分ないでしょうけど、ちょっとそんな淡い期待もあります。待って待って待って、テンション爆上げなんだけど、え、見えるかなこれ、あそこ見えます？え、すっげえ稚魚いるんだけど、ハリコがいっぱいいる。あー、こうするとコンクリのあたり見れるか、見えるかな。うわ、自然が残ってていいですね、たまりません。いや、もしかしてこれ偏光グラスかけない方が見やすいかな。すくいたいけど、これすくったらちょっとモラル的にダメですね。うん、諦めよう。すくえました。網ですくうのはちょっとかわいそうだなと思ったんですけど、桶でバッてすくったらすくえましたよ。ハリコだ、何のハリコだろう。おお、いいな、いいな、自然あふれる水路だ。まあ実際口細とかそんなもんか、そんなもんだと思います。船かな、わかんないですけど、ごめんね。よいしょ。それから10分くらい、ちょっと早めのペースで餌を投入していると、空振り。なんだろうこれという表情ですが、また次の一投でも似たような動きが出ました。なんだろう、持ってってるんだけどな。そんな空振りを何度か繰り返していると、数分後正体が判明します。ザリガニか。ザリガニがいるなら逆に団子餌で強く寄せてしまおうということで、ここでヒロキューの底ずれ餌マリモを投入します。バラグル、バラグルでそのままやっていくか、グルテンに混ぜ込んでしまってグル団子にしちゃうかはまた後ほど考えます。鯉でも船でもザリガニでもその他のお魚さんでも、どんと鯉の精神です。そこにマブナ、ヘラブナが混ざればバンバンザイで、日差しが落ちてもこの木が太陽を遮ってくれます。ありがてえな、涼しい。バラグルにしても状況はあまり変わらず、相変わらず空振りを続けていると、ようやく魚が、魚の姿が見れました。笑っちゃうくらいちっちゃい魚がついてきました。すっげえちっちゃい船が来た。これ送ってないです、すれてました。これが持ってってんのか、ごめんな。バラグル作戦は吉と出ず、凶と出て失敗だったかもしれない。そんなことを思っていると、突然魚らしい動きが浮き出ます。うわ、ちゃんとしたサイズの鱗が擦れてる、引っかかってる。うわ、なんだったんだろう。あ、食ってくんなかった。変なので合わせちゃった。水面の色からもわかるように、どんどん夕暮れになる中、一匹も釣れず焦る利根川、釣りたいですが、動く浮きを上げるとそこには今日とても仲良くなったお友達がいました。さっきからこの子が、あー、最初の一頭とザリガニ多いんだな、やっぱ自然が。
いっぱいなんだよ。ザリガニちゃんじゃないのよ。ここで決断。竿を10尺にしますが、ロッドケースを見たら不思議な光景がありました。なんで同じ10尺の竿を、3メートルの竿を2つ入れているんだろう。この前下方を使ったから今日は月光やわらにしようかな。最近ちょっとなんか台湾の竿を使ってる率が低い気がするので、月光やわら10尺にしてやっていきます。ちょっと伸ばします。さっきの反省を生かして10尺ではグルテンだけがいいかななんて思いつつ、時刻はすでに18時を回ってしまいました。良い子の皆さんは気をつけて帰りましょうと放送されましたが、利根川は悪い子なのでもう少しだけやってみます。10尺にしてから4分が経った頃、早速浮きが動いたので正解は10尺かと。小さくガッツポーズする利根川をご覧ください。ある程度竿に乗る重さがあったので、これはザリガニじゃないぞとガッツポーズ仕掛けちゃいました。すげえいい当たりしたのに茎でした。茎ってな、茎って何、ほんと何よ茎って。さらに4分後、餌を投入した直後、ついにヒットします。あー、飛ばさなくて大丈夫です。そのくらい早いです。止めた。おい、船確定。いや、乗されるかと思った。元気なマブラさんが来ましたよ、やっと。ああ、ちょっと魚体がなんかこうあまり綺麗ではないですが、でもガッチリ食ってました。ありがとう、嬉しい。10尺にしてよかった。ひとまず船が釣れて一安心なんて思っていたら、釣った後は反応がなくなってしまいました。当たりが全くなくなってしまったので、やっぱり団子を投入すべきかと悩んでいると浮きが動きました。またザリちゃんです。腕なのでスレですね。あ、ザリちゃんたまに食ってる時あるんですよ、ガチンコで餌を。この子も食いに来てはいるんですが、腕なのでスレです。残念。やっぱりザリガニが来るような場所だと団子餌は逆効果になりそうです。やめておきます。強烈に魚が寄ってしまえばなんて考えましたが、ここは護岸されていないのでザリガニのパラダイスなのかもしれません。おお、魚だな。魚だ、フナだ。おお、フナ。フナちゃん。ドセンター。サイズダウンはしましたが、マブナさんが食ってました。おっと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 。ドセンターでございましたね。はい、ありがとう。正直8尺と10尺。竿の長さは高々2尺分。60センチしか変わりませんが、これだけ細い水路だと雲泥の差みたいです。天国と地獄です。ちょっとくらいザリガニが来たって魚が釣れてればいいですよ。
これは食ってないかな。危ないかかり方でしたが、がっちり食ってました。マブロさん、いや一番最初の、あ一番最初スレ、あれまあスレか、えい、ありがとう。正直10尺に変えた時点で18時を回っていたので、1時間くらいで暗くなることを考えると1匹でも魚が釣れればいいかなくらいに思ってましたが、ザリマジリでも連投から1投沖には食って当たってくるので、かなりハイペースで釣れて楽しいです。あ、食ってんかい。はい、ホイッコが来ました。擦れてるかと思いましたが、内側から外側にかかってるんですね、針が。つまり食っているということです。ホイッコになった今度は。センキュー。ホイッコなのでマブナどころか本命のヘラブナからは魚種が変わってしまいました。でも10センチちょいの鯉がいるなら、でかいお友達のそれこそ50センチ、60センチ、70、80、90、100、ちょっぴり怖くなっちゃいますが、やわらじゃ戦えないか。サイズはアップしない。あ、これも小一個かな。この子も小一個ですね。口と顔と鱗が特徴的な小一個でございます。食ってました、ありがとう。なんだかんだで19時が近づいてきました。この顔は護岸されていないので、最初はザリガニばっかりでどうなることかと。そこからプツプツ泡が出ていたんですが、もしそれがザリガニだったとすると、1メーター四方に5、6匹はいそうな雰囲気です。1個で魚率が高いと思ったらザリちゃん来ちゃいました。腕なのですれ、なかなかこの針のサイズは食わないですけどね。このザリガニを最後に10分以上無反応が続き、ようやく当たったと思ったら根がかり、針が1本飛んでしまったのと、残り1頭分の餌しかなかったので、1本針で2頭しましたがダメでした。夕焼けだ。いやー、いいなーこの自然な感じ。でもここから暗くなるのが早くて一気に真っ暗。とはいえずっと使っている自分の釣り道具ですから、買って知ったるもんです。暗くなってもどこに何を置いたか、どういう風に収納したのかよーくわかります。さて、真っ暗になってしまいましたが帰ります。ここ街灯あるんですね、すげえや。おしまい。今日は昔住んでた宮代町のいつも通ってるお店で久しぶりに髪の毛を切ってもらってさっぱりです。日中は内気循環にしてもエアコンが全く効かなかった、まあ全くというのは嘘になりますかね、あんまり効かなかったですが、帰りはガンガン効いてくれたので、まあ、やっぱり気温ですかね。まあ、私はもちろん、皆さんも熱中症には気をつけてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録をお願いします。評価ボタンを押してから動画を閉じてくれると嬉しいです。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。